どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、KD です。レジデントイービル2リメイク、バイオハザード2リメイクの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、エイダと一緒に、下水道を抜けて、で、アネット・バーキンですね、ウィリアム・バーキンの奥さん、シェリー・バーキンのお母さんが、登場で、レオンが撃たれてしまって、レオンがちょっとこう気絶というか、その間エイダを操作して、アネットを追いかけていったんですけどね、途中でエイダも負傷と。で、レオンが目を覚ましたので、これからエイダ救出ですね。ちょっとまずアイテム、この辺預けちゃっ、マグナム、マグナムも使うのかな。とりあえずこれでいきますか。こういう穴にラクーン人形とか、ちょっとマップチェックですね。まずまっすぐ行って、素晴らしい匂いだ。左と右、なんか回すものがないとこの先はいけないかな。こっちは行き止まりだけど、なんかアイテムありそう。ショットガンの弾ゲット。ハンクの舞台みたいな人が死んでるけど、これは、特殊部隊のデジタルビデオテープ。オペレーションネスト。ネストってなんか、前回エイダが、なんか喋ってましたけどね。
多分まだ生きてるだろうけど、ちょっと弾温存ですね。いや、倒してた方が良かったかな。いやー、どうですか、あなたは動きますかね。どうすればここに。後ろからさっきのやつ来ちゃった。結局倒すか。あ、どうした。強いよ、もう。よし。ん？待て、一回下がろう。ん？危ない。あー、デブ動いたよ、もう。死んだ。電子部品。いや、上がっちゃダメじゃないか。とりあえず、今差し込んで、ルークのプラグ、チェスの駒、ルークの形をしている。何か意味ありそうですね。あとあと、とりあえず今は、じゃあ、はめたままにしておいて、もう開かない。ラクーン人形とかないかな。こっちがいけない。おう。なんだ、なんか変な。なんか奥になんかいるな。
れか。あ、組み合わせとこう。ここも何か回すものが必要。ということは、なんかあの変なやつの方向行かなければいけない。いるなあ。あ、強化火薬黄色。ああ、絶対強そうなんだけど。走り抜けよっか。走り抜けれるかな。ほっ。あー、なに。あー、逃げる逃げる。倒してた方が良かったのかな、もしかしたら。で、ナイフ一本持ってかれた。あー、持ってかれたか。もったいないな。なんだこれ、ケーブルリフトみたいな。ケーブルカー、アンブレラのケーブルカー。アンブレラ本社宛てへのメールの写し、オーエンズ室長、ネスト内に警報と悲鳴が響いている。何が起きているかわからない。銃声がする。所長とは連絡が取れない。私たちは閉じ込められている。一刻も早く救助。ネストがウイルス汚染された。外部からの干渉。マイヤーとキムが死んだ。咳が止まらない。あ、この人も感染してますね。そうか、あなたたちが、裏切りですか。あ、なんか情報っぽいのあったかな。ダイヤル。いや、もらってないと思うんだけどな。オーエンズ。オーエンズだな。お、
そんなことはないか。あれ、そもそも、王がない。あ、ショットガンの弾。あ、で、ここがあれだ。アネットがいた側だ。で、向こう側からエイダが来て、ここで落とされたと。地図ゲット。今いるとこ、あ、ハンドガンの弾、モニター室ですね。こっちは？いや、まずこっちだ。ビデオテープがある。ビデオデッキ。下水道建設会社のパンフレット。この度は我がナイツコンストラクションカンパニー。これじゃない？ NCK。この CEO はチェスが好きなんですね。RB フィッシャーってのもちょっと RBF。Those rats spread it. なるほど。ビデオテープは捨てて、もうマグナムしまっていいかな？マグナムちょっとしまって、ちょっとグリーンハーブ1個だけ使おうか。 OK。
で、セーブして、よし。で、こっち側と、こっち側は、あ、ん？まただ。ポーンのプラグ。何個か足りないですね。ビショップ。U 案件エリアのロック解除方法。ロック解除方法が失われました。扉は各端末に対応するプラグを差し込むことで解放されます。正しいプラグの位置をご記憶の方は掲示板にて情報の提供をお願いします。なるほど。まずはプラグを集めなきゃいけない。ルークはナイトと同じ壁面。ビショップとクイーンは隣じゃなかった。クイーンとルークは向かい合っていた。なるほど。とりあえず全部集めないと。これは？ナイト。このままじゃまだわかんないですね。じゃあ一回これも預けちゃって。金庫があるな。こっちは階段。番号がわからない。ああ、書いてある。左側に、右中に、左、?8 かな ?2128。ん、開いた。ストック。重心の保持性が向上することで、射撃とポンプアクションを一連で行え、連射性能を向上。いいですね。組み合わせる。ああ、素晴らしい。問題は、あー、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。おー、クリティカル。どうしよう。向こう側もちょっと、あ、レッドハーブがある。
組み合わせておいて、あ、回すやつ発見。これだ。T 字バルブハンドル。これがあれば回せるんだけど。ID wristband required for cable car リ entry。 ストタグが必要です。耐熱金庫1、解錠番号は金庫側面に直、あ、さっきのやつだ。あ、いるな。スタンバイしてる。距離によってクリティカルの出やすさとかあんのかな。まずこっち側から、あ、回すとこですね。あ、これさっきのでかいやつがいたとことつながるんじゃないかな。ん？つなげる必要ある？なんかあったっけ？いや、まずこっち行こう。うわ、なんだこれ、エイリアン
映画のエリアみたいな。これで、あれか。下水道の鍵。下に降りたくない。ちょっと上に上がろう。あー、壊れてるな。こっちは無理か。ちょっと一回戻って、鍵ですね、かかっていた場所。でかいのが。あ、いる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 。うわー、出てきた。待った待った待った。あれこれ、そっか、滑ってきたんだ俺。早く登れ。 OK、 おお、よし。危な。使える？ああ、よかったー。おお、これ絶対動くでしょう。あ、バッグがある。これ、あ、関係ない。いや、これは絶対に動く。外した。あ、またフィルム。あ、これがあれかな、さっきのロッカーの。隠し場所、隠し場所。これだいぶ持てるようになりましたね。あとはないかな。死んだかな。まだ生きてそうな気がするんだけど。オッケーじゃない。あ、あ、で待てよ、まずこれ取っちゃうと上に上がっちゃうから、取らないで。ここ開けられるかな。よし。
ガンパウダー。何これ？これのことじゃないの？隠し場所って。いやでもそんな単純なことはないか。え、これは？あ！これだ！ジャズフェスティバルのチラシ SZF が、さっきのロッカーのやつですね。SZF。了解了解。こっちも行きたいんだけど、まず、うん、もう一個奥で鍵使えるかな。よし、これで OK。 捨てる。ガンパウダー台と黄色。で、この鍵を持っていかないと。鍵じゃない、電源プラグですか。マグナム。ここどこだ。ここはどこと。暗い。これあれだよね。あ、ここであれだ。ドングルキーのスターズのバッジを使えるから、どっかあったかな、アイテムボックス。一回。今日のスタート地点まで戻れない？多分もっと近い場所が。うわうわ、
まあ、あなたはなかなかいい動きするね。やばい、めっちゃいる。なんだこの人と相性悪い俺。ああ頭なくなった。うん、お、危ない危ない。あ、ここに回すのありましたから、まあ、ちょうどよかったといえば、お前、でその前に、あ、無理か、やっぱり滑って降りてきたん。え、まだ生きてんの。まだ回す場所があるってことですね。これでさっきの場所だ。あ、じゃあすぐ近くに。すぐ近くでもないか。で、あれですね、まずフィルムは今使わないし、でルークのプラグもしまって、この辺もで、あれどこだ、あったあった、これだ、これをガンパウダー第2つだと何になるんだろう。あ、違う違う、ちょっと待って、ハンドガンの弾？いやー待てよ、黄色と黄色でマグナムですね。ショットガンを作るべきか、マグナムを作るべきか。うーん、難しい。あ、難しいな。とりあえずガンパウダーとガンパウダーで、普通にまず15発。マグナム作ってた方がいいかな。ガンパウダー大とガンパウダーで、ハンドガン、あ、オッケーオッケー、これでだいぶ弾が
よし。すぐ道を忘れてしまう。どっちだっけ？忘れちまった。あ、こっちだ。で、これですね。に、これを使う。ん？違う？違うの？一回なんか閉じなきゃいけない？あ、これで。お、開いた！ライトニングホークのパーツ。置いてきてしまった。これ上どうなってたかな。全然もう記憶が。あ、ここあれだ、戦った場所だ。あ、待てよ、じゃあ回せるんじゃない、あの警察署のあのメインホールに。こっち使えばよかったんじゃないかな。うん、これで。おお、オッケー。で、捨てると。あれ、おう、はい。では今回はですね、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。